わ、あ、やっぱあったわ、ほら。やっぱ生チョコってあったんだ。めっちゃうまそうじゃないこれ。生チョコミルクメロンパンだって。うわ。サクサク生地に生チョコを包んだ贅沢な絶品。めっちゃうまそうやん、これ。3月19日から数量限定ないのかな、もう。ホイップトッピングってのもうまそう。ホイップトッピングあるね。ほら、好きなメロンパンにプラス100円って書いてある。うわ、うまそうだな。なんかね、最近できた店っぽいよこれ。めっちゃうまそうじゃんこれ。なんかさ、メロンパンってさ、なんかメロンパンだけだとさ、ちょっと味薄かったりとかさ、なんかちょっと物足りない感じとかあったりするけど、このなんかチョコとかホイップとかあると、なんかすげえうまくなりそうじゃない。めっちゃうまそうやん。抹茶メープル焼きたてです。うわ、めちゃくちゃうまそう。黒ごまとかバナナケーキ、おいしそう。あ、ホイップのやつ、はい、ございます。お好きなメロンパンにというか、あ、一番こう定番のやつって、あのメロンパンにホイップを、あ、じゃあ、あのメロンパンで、あとあのチョコのやつってあります？チョコは今生チョコミルクがこちらにあったんですけど、先ほど売れて、あ、売れちゃいました。じゃあ、あんことかあります？あんこもホイップ、あ、トッピングする感じです。どうしよう。あんことホイップのハーフハーフでお願いします。はい、じゃあそれを、はい、じゃあ、あのメロンパンで、それでいいか。あ、じゃあそれ一つでお願いします。あ、そのハーフのトッピングで、あんことホイップのトッピング、あ、はい、お一つで、はい、レジ袋ご利用ですか？は、じゃあください。はい、383円。はい、ライスとかもある。チョコの食いたかったな。あ、しかもチョコのやつって、はい、なんか朝から来れば買えるやつですか？そうですね。あ、なるほど。毎日でも販売はしてるんですか？はい、今もまた仕込み中です。あ、そうなんですか？はい、はい、は何時ぐらいとかできます？そうですね、売れ具合によるんですけど、はい、開店時なら出てます。あー、なるほど、わ、はい、かりました。1000円はかかります。あ、はい、17円のお返しでございます。あ、こちらお品物でございます。 ありがとうございます。わあ、チョコの食いたかったな。チョコの食いたかった。また来よっか。なんか開店と同時に来れば買えるかもしれないみたいだな。だってなんか数量限定ってあるし、あれ絶対人気だよね。しかもメロンパンとチョコとかさ、食ったことないし、しかもめちゃめちゃうまそうじゃん。なんか想像、そう、あ、味を想像したらチョコの食いたかった。ちょっと待って、あのメロンパンってやつにあんこホイップのハーフハーフっていうのをトッピングして、メロンパン1個で383円。
まあ、そこそこするね。あー、忍者サラス、金風サラス。ちょっと飲み物欲しいけど、ちょっと買ってくのめんどいから、とりあえず食っちゃうか。ここで食っちゃおう。まあそこそこするけど、まあ、トッピングとかしたからっていうのもあると思う。じゃあちょっと、うわ、スマホ出てないからきついな。どうしよう。あ、自販機あるやん。自販機目の前にあった。まあ、いいや、とりあえず食うか。あ、金風サラス。よいしょ。じゃあとりあえず食べてみたいと思います。あのメロンパンというその一番普通な、この多分店で普通なメロンパンだと思うんですけど、ノーマルな、それにホイップとあんこをハーフでトッピング。うわ、なんだこれ。しかも焼きたてらしい。 あったかいね。あったかい。ああ、黒がめっちゃ美味しそうっすよ。あんこと生クリームが。おー、危ない危ない。ちょっとスマホ立て持ってきてないからちょっと取りにくいんですけど、ふわふわではないですね。ちょっとカリカリっていうか、生地はちょっとカリカリっす、外は。あ、風船どうも。結構たっぷり入ってますね。あ、金風船どうも。カタリアダス。そう、わかる。なんかね、これアイスが美味しかったかもしれないな。まあいいや、とりあえずこれ食おう。アイスもありだとは思う。あとチョコが一番気になったな。あんことホイップのハーフっていうのができて、そのハーフトッピング、半分半分トッピング。あ、生クリームうまっ。いただきたいと思います。あ、うまい。メロンパンじゃないみたい。うわ、何やこれ。メロンパンのうまさじゃないぞこれ。うわ、うまっ。いや、なんかメロンパンってさ、さっきも言ったけど、あの、なんか物足りなかったりするじゃないですか。味薄かったりして、で、まあ味がちょっと濃いめのメロンパンあるとちょっと美味しいなと思うけど、でもなんかちょっとやっぱ、でもなんかほんのりさ、基本的にはほんのりメロンの味がついてるだけで、なんかちょっと物足りなさってあるじゃない。それがこのたっぷりあんこと生クリームをトッピングすることによって、その物足りなさが、あの、めちゃくちゃカバーされるというより、全く、いや、メロンパンなんだけど、そのなんか物足りなさを全く感じなくなる。で、あんこと生クリームめちゃくちゃ合うし、物足りなさがもう全くないもん。うわ、うまっ。じゃあメロンパンって物足りなさ感じないですか、いつも。俺だけ。めっちゃ合うわこれ。
うまい。めちゃくちゃうまいやんこれ。うん、うまい。あ、鳥玉さん当たりだす。金ふわちくれんちゃだす。あーやす、やった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 。うん、あのこれね、2個買わなくてよかったかも。これ1個でボリューム半端ねえ。このね、ホイップとあんこをトッピングして、もうあんことホイップだけど結構量が、色があるし、ボリュームこれ1個で半端ないっすわ。2個とかね、なかなか食うのあれだと思うよ。相当なボリュームだと思う。うん、もう1個だけどボリュームが相当あるよ。うん、いや、なんか 2,3 個ぐらい買おうかなと思ったんだけど。あ、クマさんです、匿名の方です。うん、美味しいですね。おいくらでした？380円ぐらい。さあ、トッピングしてるから、トッピングが150円だったのよ。だからメロンパン自体は230円ぐらいか。うん、ホイップクリームとあんこトッピングしてるから。あっ、キーソーセンも、うん、まあでも食べきっちゃいます。飲み物飲まないで一個食べきったんだけど。あ、キーソーセンです。りょうさんまだす。いや、めっちゃうまいよ。めっちゃうまいっす。うん、さてどうしようか。もう何もネタないんですけど。もう終わっちゃったんですけど、配信のネタどうしたらいいですかね。いや、ラーメン食いたいけど、だって配信できないもん。ラーメン食えるけど、だって配信できないから。配信外で食わないと、だって絶対電話されるもん。 100% 100% 電話される。あ、 KP10 個どうも。だってさ、さっきみたいにさ、あってさ、あの読み上げ入れただけでさ、あのピロピロとか来たじゃん。パーティーハットのピロピロのやつがさ、あんなんで連チャンするやつが結局多分電話もしてると思うのよ。もうそいつがもう見てるって証拠、そういう電話するやつが見てるって証拠だからね。あのピロ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 言ってる、絶対あやつが電話してるから。うん、